一般的な認識とは反対に、ナイル川を世界最長の川とするのは間違っているかもしれません。川の長さの測定には、出発点と終点の距離を単純に計算するだけではない要素が含まれます。川には複雑なシステムがあり、さまざまな支流がその全体的な長さに大きく影響を与えます。実際、これらの支流を考慮すると、最初の数値は最大で3倍に増加する可能性があります。ミシシッピ川がその例です。イタスカからニューオリンズまでの測定は一つの長さを示しています。ところが、ミズーリ川を含めることで、この見解は全く異なったものになります。この相違により、ナイル川の長さがアマゾン川に比べてどうなのかについての議論が絶えず繰り広げられています。Google はナイル川を世界で最長の川として認識しているにもかかわらず、それが事実と完全に一致しているとは限りません。うまい表現ですね。この概念を理解するために、川を人体の血管に例えてみましょう。身長2メートルの人が2メートルの血管しか持っていないと考えるのはおかしいですよね。血管は体全体に複雑に絡み合っています。同様に川も広大なネットワークの一部として機能しており、メインの川の長さだけが重要ではなく、支流の広範なネットワークも同様に重要なのです。大気河川は北南米のアマゾン熱帯雨林から北アルゼンチンまで膨大な量の水蒸気を運ぶ気流によって特徴づけられる興味深い気象現象です。この空中の高速道路は生命を与える水分を運ぶ重要な経路として機能します。そしてその影響はブラジルの中西部、南東部、南部にまで及び、これらの地域の降雨パターンに影響を与えます。これらの天井の川が特定の気象条件、例えば寒冷前線と合流すると、含まれている潜在的な湿度が必要とされる降雨に変わることがあります。この降雨は地域の多様な生態系を維持するだけでなく、ブラジルの繁栄する経済を多方面で支える重要な役割を果たします。この現象の重要な部分は、作物の灌漑を可能にし、農業生産性と食料安全保障を確保する点にあります。さらに地域の川を補充し、水流を安定させて水生生物を支援します。さらにはこれらの川によって集められた水はダムの貯水池に送り込まれ、国に信頼できるエネルギー源を提供します。空中の川が運ぶ水の量はアマゾン川の流量に匹敵するか、さらにそれを超えるかもしれません。したがって従来のアマゾン川と空中の相手を組み合わせると、ナイル川よりもはるかに大きくなります。大気の川はコンゴ盆地でも観測されており、気候は主に大西洋とコンゴ盆地の森から発生する湿気によって形成されています。この驚くべき現象は年間1から2メートルの水の蒸発量をもたらします。これらの川は大きさや強さが異なりますが、平均するとミシシッピ川の河口での流量に匹敵する水蒸気量を運びます。まれに非常に強力な大気中の川はこの量の最大15倍の水蒸気を運ぶことがあります。これらの川が陸地に到達すると、蓄積された水蒸気を放出し、雨や雪をもたらします。大気の川は様々な形態がありますが、水蒸気の含有量が高く、強風を伴うものは特に涝と洪水を引き起こします。特に洪水が発生しやすい流域に長く停滞する場合です。有名な大気の川の一例として、パイナップルエクスプレスがあります。これはハワイ近くの熱帯地域から米国西海岸まで湿気を運ぶ力強いシステムです。これらは旅行を妨げ、土砂崩れを引き起こし、生命や財産に重大な損害を与える可能性があります。しかし、すべての大気の川がリスクをもたらすわけではありません。多くは貴重な雨や雪をもたらす弱いシステムであり、水の供給を維持するために必要不可欠です。さらに、これらは地球全体の水の循環において重要な役割を果たしており、水の供給や洪水の危険、
特にアメリカ西部で密接に関連しています。洪水の可能性に加えて、大気の川は積雪量の増加にも寄与しています。一連の大気の川は2010年から最近の2024年初頭にかけて、ワシントン州西部からカリフォルニア南部までのアメリカ西海岸を襲った厳しい冬の嵐の原因でした。その結果、特定の地域では28センチメートルから63センチメートルの降雨がありました。それでは、水蒸気が川とみなされる場合、他に何が川として分類できるでしょうか。驚くべきことに、水が全くないものでも川とみなされることがあります。この魅力的な現象は、従来は川の谷を指す和地として知られています。和地は砂漠の緩やかな勾配のほとんど平坦な地域に見られます。伝統的な河川と異なり、和地は断続的な水路がないため、水の供給が限られることで堆積物が豊富になり、網目状の流れのパターンが現れます。流床に到達した水は浸透し、エネルギーが急激に減少することで堆積が顕著になります。さらに、和地は堆積物のダムを作り、次の鉄砲水の際に流れを変えることがあります。興味深いことに、風も和地内の堆積に影響を与えます。和地の堆積物が水に浸ったり湿っていたりすると、風によって運ばれた堆積物がその上に積もり、水の堆積物と風の堆積物が混合されます。川が独特であるのは、砂や空気で構成されているからだけでなく、その魅力的な覆いにある場合もあります。特定の条件下では、スコットランドのリバーディーは睡蓮の葉に似た奇妙な凍結形成物を見せることがあります。これらの形成物はアイスパンケーキ、またはパンケーキアイスと呼ばれ、穏やかな波が滑らかな氷の部分を衝突させることで自然に発生し、滑らかで丸い縁を持つようになります。これらの氷の円盤が波と相互作用すると、縁が上がり、睡蓮の葉を思わせる外観を得るのです。通常、パンケーキアイスは一貫してスラッシュ状になっています。一部のメディア報道では、 D 川の氷は凍った泡から形成されたとされています。しかし、科学者たちはそれがあり得ると説明しながらも、パンケーキアイスは衝突過程を経て構築されていくとしています。時間が経つにつれて、これらの氷のパンケーキはしばしば一体化し、大きな氷のシートを形成します。氷が十分に厚くなり、水が引き続き荒れ狂う場合、氷は曲がって折れ、積み重なり、アイスリッジと呼ばれる驚くべき構造を生み出します。では、川が水ではなくメタンでできていると想像してみてください。それは突飛な考えかもしれませんが、土星の衛星タイタンでは実際に起こっています。タイタンの魅力的な川ビドフルミナは、液体メタンとエタンで構成され、強大なナイル川にも匹敵すると言われています。400km 以上にわたって流れ、タイタンの第二のハイドロカーボン海リゲイア・マーレへと優雅に流れ込んでいます。タイタンの表面のほとんどは水の氷で構成されていますが、ビドフルミナは氷の地形に峡谷を刻む息を飲むような川として際立ち、固体の岩盤に似ています。 NASA の科学者たちは、この驚異的な川が急流、渦巻き、さらには滝を内包しており、地球の川の特徴を反映していると信じています。 NASA のカッシーニ探査機が2004年に土星に到達した時、この巨大な惑星とその衛星を探査することが主な任務でした。科学者たちは、特にタイタン独特の表面温度とメタンに富んだ大気のために、液体メタンの証拠を見つけることに興味を持っていました。しかし、カッシーニの最初の観測はタイタンの赤道地域に集中しており、研究者たちは海や川の兆候を見つけられず落胆しました。ところが、カッシーニの軌道が変わり、レーダー技術を用いてタイタンの表面の他の領域に焦点を当てられるようになった時、落胆は興奮へと変わったのです。驚くべきことに、レーダー信号は砂丘、崖、岩など様々な角度や荒い地形で反射しましたが、
レーダーがタイタンの極地域に到達すると信号が消え、地球に見られる湖、川、支流に似た謎の暗い斑点が現れました。画期的な発見は2012年12月に起こりました。カッシーニのチームで働く科学者ジャニ・レイドバーグが同年9月に撮影された画像を発表した時のことです。その画像はナイル川に似た全長 322km 以上の川を明らかにしました。この川は比較的直線的なコースを描いており、近くの他の重要な川と同様に断層線と関連があることを示しています。この素晴らしい流れる水帯は険しく傾斜した地形を通り抜け、地球上のものと似たような地殻変動過程の存在を示唆しています。